皆さん、こんにちは。本日は数値 A マーク式、箱ひげ図についてやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。こちらの問題、解いてみてください。それでは解説に移ります。箱ひげ図の場合は、最小値、第1四分位数、中央値、第3四分位数、最大値がわかります。それぞれの値、こんな感じになります。データの小さい方から1、x、y、z、8っていうふうに置いてあげると、まずは第1四分位数の条件を使ってあげると、こういう式になり立ちます。はい、x は4とすることができます。 また、y は中央値と等しくなりますので5。でまた、はい、2分の z プラス8。次は第3四分位数に注目した式ですね。えー、これが7.5になりますので、z は7。はい、よって、順番は1、4、5、7、8。こんな感じにすることができます。でこの平均、どうすればいいかというと、全部足し算してあげて、5で割り算する5.0。そうすると、分散を求めたい。 を引き算したもので分散それをそれぞれ自乗したものを5で割り算するそうすると分散6.0というふうにすることができます次に、はい、1人増えた時どうなるかといいますと中央値が下がってるつまり中央値よりも低いところに人が入ったということではいこんな感じにすることができますでこの星はいこれどうなるかといいますと今回6になりましたので33と分けることができてその グループの中央値。これが第一四分位数。はい、1ほにゃらら4の、はい、真ん中は第一四分位数。今回は第一四分位数2というふうに書いてありますので、えー、この人の得点は2点というふうにすることができます。今回は箱ひげ図の問題をやっていきました。箱ひげ図を見て値を定めるということで結構出てきますので、しっかりと押さえておきましょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。